川島史郎は、日本の法学者。専門は、民事訴訟法、民事救済法。博士九州大学法学部教授等を経て、同志社大学法学部教授、日本民事訴訟法学会理事、第25期日本学術会議会員。滋賀県高架市生まれ。ゼゼ高等学校を経て、1982年早瀬田、大学法学部卒業。 1984年、一橋大学大学院、法学研究科修士課程修了、法学修士。1987年、一橋大学大学院、法学研究科博士後期、家庭単位取得満期大学。2007年、九州大学博士。1987年、一橋大学法学部助手。1988年、小樽昇科大学小学部、専任講師。 同助教授を経て、1991年、熊本大学法学部助教授。1997年、九州大学法学部、助教授。1999年度教授。2001年、ノースカロライナ大学ロースクール客員教授。2008年度志社大学法学部法律学科教授。2020年、第25期日本学術会議会員。専門は、 民事訴訟法。具体的には、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、倒産法、裁判外紛争解決手続き、裁判所法、環境法などの領域で法的救済のあり方を研究する。日本民事訴訟法学会理事、司法アクセス学会理事、日本学術会議連携委員等。また、ベトナムの民事訴訟法改正。 破産法改正、判決施行法制定や国家、司法学院創設などの法整備支援にも携わった。ありがとうございます。